ライパチです。やってまいりました、はい、大阪市信用金庫スタジアム、うん、すごい球場だね、はい、はるばる東京から来ましたけども、うん、本日は、うん、カンメリベースボール学院さんに潜入取材ということでございます。そういうことですね、はい、我々世界中の野球人の活躍を、うん、追う特産 TV としてはやっぱり見逃せない存在です。話によると、うん、野球のことを非常に科学的にロジカル的に そして実践的にやるとやるんですいう学院だということを聞いています。もうこういうテンション上がってます。父さん潜入です。大丈夫ですか。戦々恐々ですよ。もうついていけるかどうか。なんとか気合を入れて、うん、いつも通り、はい、見せつけてやってくださいよ、はい、若者たちに。というわけで本日は昔兄貴も通っていた縁もあり野球専門学校カンメリベースボール学院さんに潜入。おはようございます。おはようございます。私徳さん元徳田と、ライブ室の大塚と申します。本日ちょっとお邪魔させていただきます。ちょっと遠慮なく声かけていただけると嬉しいです。僕も声かけます。よろしくお願いします。お願いします。みんなハーフパンツですわ。カンメリベースボール学院とは野球教育専門の学校で、大きくは野球選手か野球トレーナーかに分かれ、 NPB やトップレベルの社会人野球を経験したスタッフのもと、高校や大学などの野球を途中で挫折したものの、もう一度上のレベルを目指して野球を続けたいというような選手が集まり、社会人チームやプロ球団とのプロアマ交流試合を行いながら高いレベルの野球を学んでいます。いわゆる高校野球を経ずに野球を続けていくという新しい選択肢です。すでにノンプロ強豪チームで活躍している選手も多数輩出しております。動的なストレッチ、うん、現在選手のコンディショニングを見ているのは豊富な経験を持つ久保田雅樹トレーニングコーチ。ストレッチやアップの内容など非常にユニークなものが多く、今やっているのがだるまさんが転んだの仕組みで、ダッシュとストップを繰り返すアップでした。きっちりとアジリティトレーニングも組み込まれております。さあ、勝ちましょう。谷口選手とダッシュでお願いします。ダッシュで、ダッシュ、徳さんとキャッチボールしてくれたのは若干20歳の谷口蓮選手。毎回この基本から入るんですか。はい、常に基本忘れず確認と。え、谷選手、往年の WP のワーペのグラブです。名手感がすごい。安心なユニフォーム。着てみるか。抜けちゃうんで、なんか間が、なんでだったの。この子の方が早いじゃん。内球のね、内球の引っかかりが災いしてる。最後本当指で入れて押し込まないと高級ってしっかり球がいかない。はい、ナイスボール。ナイスボール。このキャッチボールの時にしっくりきてないとノックの時に悪送球行ったりするわけ。動きの中で投げる。はいはいはい。あ、よいしょ。ちょっとシュートするな、やっぱな。投球むずい。あ、ナイスボール。はい、いったー、いったー、いったー。
ラグジムでーす。はいよーい。次はノクジム。ノク。どんなんだっけ。コラボしたでしょ。PDB さんと。はいはい。いやそれで。あぜひプレゼントそうそう。徳さんとやってます。ありがたいことに。デザインもなかなかいかついデザイン。これ日本にないデザインだよね。確かにね。次はノックですね。ノックです。セカンドに入らせていただきます。あ、オッケーです。定位置に。そうです。公式はセカンドと。楽しみですね。なるほど、これさせない。体入れたな、いいね。すごいスピード感あるね、やっぱな。ワンプレーワンプレーをね、
そのできるできないじゃなく、はい、すごくね自発的にね、うん、あの声かけ合ってた。練習だからこそそのショートバウンドとかも、うん、あのやっぱりノーバンで行くとはノーバンで行こうよって、うん、ワンバウンドならワンバンで行こうよ、うん、ショートバウンドって言っても取りづらいよね、うん、でそう良しとしないという、うん、その練習だからこその厳しさっていうのはね、うんうん、すごくいいなって思った。なるほど、厳しく、まあ、練習だからこそ追い求めるという、うん、ここここことかさ、うん、それぞれがね声のかけ方をこう変えてた感じがあったな。お互い知ってるからミスの仕方を知ってて、うんうんうん、それをしないような声かけが飛んでた。なるほど、ああ選手それぞれのオーダーメイドの声が飛ぶという。我々としても参考にさせていただこうと思ったね。ダ、ね、うんうん、イパシだったら、うん、やっぱりもう当たらなくていいから、うん、ああとにかくバット3球振ってこい、うん、そういった声かけ声とか、ね、うん、気持ちが楽になりますというわけで本日は甘味ディベースボール学院潜入守備編お届けいたしました。後日バッティング中等部に潜入いたします。いろんなプロ野球選手の息子さんが頑張っておりました。お楽しみに。アッパレショップ新商品追加しました。夏の野球人におすすめのアッパレ T シャツニューデザイン、アッパレオンラインショップで検索してみてください。